チロチャンネルが始まるよ。こんにちは、リカです。今日は一回やってみたかったことちょっとやってみたいと思います。うちのチロルの名前と同じチョコレートチロルチョコ、こちらの冬バージョンを2つ買ってみました。これ郵送できるみたいなんですが、500円で送れるってちょっと高い気もするけど、このまま郵便物として行くなんてすごーい。でも明日ちょっとお友達、たくさんのお友達に会うので、チロルのチョコレートをみんなに配りたいと思うんですが、その前にこの5種類のチョコレート、同じものが2つとも同じものが入っているのかすっごく気になってて、同じ個数なのかちょっと今日は検証してみたいと思います。まず1つ目、こちら開けてみます。何個入ってるんでしょう。2個目開封しました。パッと見同じように見えたんですがちょっと違かった。ここのやっぱ雪だるまだけ、今度は黄色が3つ入っていて、ピンクが1個、あとは全部同じ数でした。すっごいくだらない検証だったけど楽しかったです。これは全部私が食べるわけじゃないので、明日チロルのお友達にチロルチョコ配りたいと思います。結局これ味知りたくて、ちょっと一個ずつうちも残しときました。ビスってこれだよね。ビスは多分これでしょ。ビス、ホワイトビス、ホワイトビスってどれ。あ、これだ、ホワイトビス、これだ、これがホワイトビス。冬チロル、これだ。冬チロルのコーヒー。あ、これは定番のやつだ。コーヒー。で、ミルク餅？ミルク餅がない。これかな？多分これがミルクだから、こっちか。ミルクがこれだから、ミルク餅が多分これ、一番ちょっと気になるミルク餅。後でちょっと食べてみたいと思います。結局、まあ、これは一種類としても、1、2、3、4、5、6種類 ?1、2、3、4、5、6種類の、40個入ってました。このパッケージには何個入りとかって書いてなかったから、ちょっとやってみたかったので、楽しかったです。チロルチョコ。これからもチロルよろしくお願いします。チロル姉ちゃんを、これからもよろしくね。俺もだよ。